今回紹介するのは千葉ひなのさん。2006年8月21日生まれ、身長162センチ、大阪府出身、血液型O型。吉本興業と桜大戦シリーズの原作などで知られるヒロエさんが手掛ける少女歌劇団ミモザーヌの第一期生に選ばれた千葉さんは現時点で17歳という現役 JK です。ミモザーヌとは11歳から17歳までの応募者736人の中から選ばれた14人で構成された歌劇団で、2018年1月に行われたオーディションでは、アイドルになりたいという人は全て落としたという一風変わった団体のようです。目指すところはアイドルではなく、あくまでも少女歌劇団で、日本の文化を背負いながら同時にエンターテインメント性を重視して世界を目指す、そんなユニットのようです。そのメンバーに選出された千葉さん、幼稚園の頃からダンスをやっていたこともあり、舞台に立つことを夢にてミモザーヌのオーディションを受けて合格したものの、しばらく地道な練習が続いてモチベーションが下がったこともあったそうですが、2020年にミモザーヌとして無事初舞台を踏み、現在まで同歌劇団で絶賛活躍中です。そんな彼女がグラビアデビューしたのは2023年1月、当時16歳で、その大人っぽい見事なスタイルと笑顔が素敵な童顔のアンバランスさにノックアウトされた人も多かったことでしょう。その後は各雑誌でグラビアを飾り、多くのデジタル写真集をリリースしています。最近は現役 JK でグラビアデビューした人もかなり増えてきて、そのレベルの高さには驚くばかりですが、彼女もそんな JK 組の中の一人。学校では学級委員になったり、生徒会に入ったりするといった積極的なタイプであり、またカラオケや映画に行ったり、プリクラを撮ったりという、ごくごく一般的な女子高生でもあります。小さい頃からバトントワリングをやっていて、スリースピンが得意、その他生け花や着付け、そしてフラメンコと様々な習い事もしているという多彩な面も持ち合わせていて、今やってみたいことはゴルフだそうです。ということで、好奇心旺盛な彼女の今後に期待です。当チャンネルでは毎回話題のグラビアアイドルを取り上げていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。